毎度ジョニーです。今回は内閣総理大臣の岸田文雄さんが新型ウイルスに感染したという報道が入ってきましたので、その辺について政治的には大丈夫なのかというお話をしたいと思います。それでは行きましょう。結論から言いますね、大丈夫ですね。報道ではなんやかんやねご指摘あるみたいですけども、少なくとも実務的なことは大丈夫なようにしてますね。国のリーダーが不在って困りますもんね。ネットで副大臣が存在するから OK じゃねっていうね、声も見かけたんですけども、岸田政権にね副首相はいなかったと思いますね。安倍さんや菅さんの時ってずっとね麻生さんが副大臣をやっていたと思うんですよね。でね、厳密に言えば副大臣は権威のある人が就任していますが、実験的なものはなかったのちゃうかなと記憶してますね。そういうもんをね岸田さんが取り払ったということになりますかね。じゃあね、首相が何かでお仕事できなくなるとどうなるかと言いますとね、確かね事前にもし自分に何かがあったらってね、臨時で代理をさせる順番を決めていたと思いますね。で、内閣官房長官がそのトップに来るよとテレビかなんかで前に聞いたことがあったと記憶しています。今もし岸田さんに何かがあったなら、現在の官房長官は松野さんですよね。ですから松野さんが代理ということになろうかと思います。これね、以前にね現職の内閣総理大臣が急に脳梗塞で亡くなったんですよね。その総理大臣というのは小渕恵三さんでした。いつもねニコニコしている人柄の人でね、急に民放の生放送のねテレビのニュース番組にね電話でね、ちょっといい話したいんだけどみたいな感じで出演したりね、なんかね突っ込まれそうな脇が甘そうなね感じなんですけどもね、本当にねそんな人柄のおじさんがね許されてしまうほど愛される存在だったんだと思いますね。で、そうそう、小渕恵三さんね、今安倍さんの国葬ありますよね。で、いろいろ議論がねあったりしてますけど、この小渕恵三さんも国葬してるんですよ。安倍さんがね歴代最長内閣ですからね、参列者はね小渕さんよりももっとね多くなるかとは思いますけどね、安倍さんの方がね。で、その小渕さんのケースなんですが、この後森喜朗さんが臨時で内閣総理大臣になったんですけどね、密室会議で決めた総理だとかえらいね批判があったんです。挙句の果てにその密室会議の決定の言い分です。病室でね小渕さんが亡くなる前の病床で、あとは森さんに点々点って発言したから、やっぱり後継ぎは森喜朗さん、そうしたんだよって言ってるんですよね。でもそれが事実かどうかはさておいときですよ。世の中のね人たちはね、聞いてる人たちはえって、小渕さんって脳梗塞でしょ、そんな状況で話せたの、それを聞き取れたのってね疑問がねどんどんね吹き荒れてきたんですよね。でね、もうねえらい話題になってましたね。でね、その反省からね言った言わへんの話っていうのはもう水かけろになりますよね。だから今は事前にああいうケースがないように順番ね、自分がもし何かあったらっていう順番順位を決めて、万一のために臨時代理を指名してるんですよね。しかも今回のケースは熱もねすぐに下がってね、リモートでねオンラインでね在宅ワークするんだって言ってましたよね。ですから代理の適用もねいらないらしいですね。あとは実務的な問題です。近々にね日本主催の大きな会議があるんですよね。 TICAD と言いまして、アルファベットで TICAD ですね、東京インターナショナルカンファレンスオンアフリカンディベロップメントの略称で、直訳しますとね東京アフリカ会議なんですけども、アフリカ開発会議と一般的には言われてますね。この会議もね今後注目されるかと思いますので、またね別でお話していきますね。で、先ほどからちょくちょく言うてますよね、実務的には全く問題ないよってね。でね、リモートってねオンラインってね、なんて言うんでしょうね、どう言ったらいいんでしょうかね、裏側にあるねファンタジーがねないんですよね。僕何言ってるんですかね。いやね、僕もオンラインのセミナーやら参加したことあるんですよ。でもねその時にすごく感じたことがあるんです。目的はね思うたるメンバーとコミュニケーションを取ることだから、目的はね達成されるんですよね。でも例えば
リアルで面会しているとそのそばにはね、通訳の人もいてるでしょう。それからサポートしてくれてる人もいてるでしょう。でね、実質的にはトップがね、何でもかんでも知ってるわけじゃないですよね。むしろ周りのサポートしている人たちの方がよくものを知ってたりしますよね。その分野に関してはになりますけどね。となりますとね、決まったことなんかを進めていくことはリモートだろうが何だろうが、それはね絶対できます。でもね、裏でそんな有能なねサポートの人たちと話してみたりとか、新たな発見があったりとか、例えば雑談の中で悩みを持ちかけてみたりとかいうね、陰での会話や出会いが絶対にないですよね。実はその辺はね、師匠にとっても損失だなと僕は思ってますね。なんやかんや言うて人脈はね、オンラインでも作れます、リモートでも作れますけども、出会ってみて感じるね、肌感ですよね。肌感はやっぱりリアルじゃないとあかんなっていう感じがねしてますね。そんな意味では岸田さんだけの損失でなくて、日本にも少々損失もねあるのかなとは感じますね。まあね、これだけ感染が拡大してるんですから、首相はね感染しても仕方がないですよね。僕はそう思います。厳しくね言う人もいてますけど、まあかかってしまったもの、そうなってしまったものは仕方がないとね僕は思いますね。世界で言いますと、イギリスのジョンソンさんも感染しましたし、アメリカのねバイデンさんも感染しましたよね。それも一月くらい前ですよね。でバイデンさんの時は少しね高齢なのでちょっと大丈夫かなってちょっと心配しましたけどもね。あとね、僕気になって調べてみたんですが、わからないことがあってね、内閣総理大臣ってこれまでに誰かインフルエンザに感染して業務をね数日間ですね休んだことってありますかね。ネットでね調べてみたんですけど、それらしいね記事がね全くなかったんですよね。まさかね、首相だって人間ですよね。インフルエンザだってねかかるだろうと思うのですが、話題になってませんよね。僕の学生時代の先生なんですけど、元新聞記者の先生でね、その先生の記者時代のお話がねむちゃくちゃ面白くて、でね、総理大臣って鉄人変人でないと務まらんよって聞いたことがあるんです。首相ってねかなり激務で、睡眠時間もねすごい短いらしいんですね。ある内閣総理大臣の例を教えてもらったことがあるんですけども、起きるのね朝の4時頃なんですって。で朝4時頃に起きて、ある程度のね新聞や雑誌がざっと置かれてるから、それをね全て目通すらしいんです。何を新聞記者から問われるか分かりませんからね、その準備ですよね。それで今はね控えてると思いますけども、夜はね遅くまで食事をしながら会合をねしているイメージですよね。もうねいつ寝てるのってこの人たちっていう感じらしいですね。ですから政治家、特に内閣総理大臣は鉄人であり変人でないと務まらないよって言ってましたね。はい、それでは今日はここまでしておきましょう。まあね、岸田さんもこの際だからゆっくりとね体をね休められたらいいですよね。一国のねリーダーなんだから、僕たちのリーダーなんだからね、まずは体が資本ですからね。それでは皆様お疲れ様でした。さようなら、バイバーイ、またねー。